はい、欧州佐沼町に来ました。これ復元絵図ってことなんですけど、まあ、かなり規模大きいですよね。すごい高台にあるわけではなくて、周りにここにここあのタイか、なんか沼の名前がいっぱい書いてあるんですけど、やっぱり沼地を要したですね、天然の要害で、まあ、どちらかというとそのいわゆる山城とか戦国時代の城っていうよりも、まあ、中世から中世の館ですね、そのまま、引き継いだ城ということになりますね。まあ、この城はもう奪ったり奪い返されたりと、もう藤原時代からそうなんですけど、一時大崎氏の支配下に入って、その後奥州式で、政宗がねいろいろやらかすわけですけど、まあ、秀吉の配下の木村義清ってね、秀吉郊外の武将が入ったんですけど、どうも裏で政宗がいろいろやってたみたいで、要するに葛西大崎一揆ですよね。大崎市とか葛西市の、残党というか、まあ、召し上げられてしまったんで、まあ、別に反抗してもおかしくはないんですけど、どうも怪しいんですけど、まあ、いずれにしても木村氏も抑えきれずにですね、まあ、最終的に渡氏が入ったことで、渡氏っていうのは伊達家の一門ですけど、渡氏が入ったことで幕末まで続くっていうね、まあ、廃城になって、いつ廃城になってもおかしくないと、もう木村義清親子がね、ダメだった時に、もう廃城で、もうこの地は、まあ、政宗じゃないにしてもですね、他の方が治めるということで、一件落着なのかなと思ったら、意外にもちゃんと大名を置いてですね、城下町の形成があり、これ江戸時代の法暦って書いてありますね、部屋割りのもとに、やっぱり資料が残ってるんですよね、教育委員会って書いてありますから。まあ、これだけの館、お城、ご存知の通り伊達家の場合は要害って言ってましたけど、要は全部城です。城って言えなかったんで、一国一地条例でですね、それで特に家光以降の時期は、お城をいくつも持ってますって言えなかったんで、要害って言い方をしてます。和久屋もそうですけど、伊達家のお城はすごい数ありますんで、まあ、なんか分かりませんけど特別に認められている、もうどう見ても城だっていう城がいっぱいあるんですけど、そのうちの一つになりますね。まあ、部屋割りまで残ってるっていうね、まあ、一周したらかなりありますけど、ちょっと周りを少し歩いてみたいと思います。